ユークイーンは不思議な体験をした。ん？今同じ人とすれ違わなかったか。あ、彼ら双子なんですよ。そっくりだな。 YMAX プラス 5G を持ってるのが兄、スマホを持ってるのが弟です。セットで雇うとお得だったので。セット、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 セットスマホとセットでお得、 YMAX プラス 5G。今同じ人とすれ違わなかったか。つまりセット、セット、セット、つまりセット、セット、セット声がダブルでくるのつまりセット、セット、セットつまりセット、セット、セット。つまりセット、セット、セット。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ以上でザ・タッチのパックやったサレタサテシルでございます。ありがとうございます。いやー嬉しかったです ねやっぱり普段ね、うん、見てる CM だったので。そうですね、はい、僕らもいつかお勤めしたいなと思ってたので、そうです ねユークイーンさんに、はい、しかもなんか噂によると初めてのゲストっていう。あ、そうなんですよ。はい、はい、それが僕らっていう、はい、嬉しいですね。嬉しいですね。衣装はね、そうですね、はい、これこんな可愛い服ね着させていただいて。そうですね、はい、でこれに合わせて髪型もこうやっていただいたんですよ、はい、地毛をこういう風に、はい、そうなんですよ。だいぶユークイーン仕様にしたので、はい、明日からどうしようかなっていうまあでもこれでちょっとね、はい、あの明日からも仕事やって。そうですね、はい、だからこれまた呼んでもらわないと多分困っちゃう
感じなんですよ。あ、いや切りました。そうですね、最後切ってもらって でもこれ結構評判が良くて、はい、気に入ってます。あ、はいはいはい、間違えられたエピソードはものすごくありますね、うん、いっぱいあります。はい、うん、やっぱり親に間違えられたりとか。そうですね、うん、あの一度あの小学校の時に日光、栃木の日光に遠足で行きまして、で拓也のクラスと僕のクラス違うんですけど、30分ずれぐらいで行動してて、僕らのクラスがあの日光のお土産屋さんに行った時に僕がお菓子を食べてたら猿に囲まれまして、で怖かったので猿にお菓子を投げてなんとか逃げたんですよ、うん、そしたら30分後ぐらいに、はい、僕が別のクラスだったんでその場所行ったら僕何も持ってないのに猿に囲まれるっていう、はい、はい、猿が覚えてた、猿が覚えてたさっきのやつだと、はいはい、そういうエピソードありました、ね、猿間違われエピソードですね、はい、あのさっきですね、ユークイーンに私も見分けられましたよって言われまして、はい、カズヤさん、タクヤさんって逆言われました、はいはい、何を根拠に言われたんですか。なぜあんなに自信満々だったのか分かんないですけど、はい、堂々と2分の1を外されてました、はいはいはい、見分け方はそうです、うん、一番分かりやすいのは、まあ、お父さんにとお母さんにですっていう。分かりません。まああのパッと見丸顔の方がタクヤなんです。そうですね、おもなががカズヤです、はいはい、これもどっちも丸顔だろって言われたらもうそれで終わりなんですけど、はい、僕らの中ではそういう揺るがないその見分け方なんですよ。そうですね、今タクヤさんの方がちょっとおもながになってます。あ、そうですか。他にですか、うん、そうですね、まあほくろですかね。ほくろはい、そうですね、ほくろがまああの和也ははい、はい、あの左のほっぺたの奥にほくろがあって、はい、僕は左のほっぺたの手前に、はい、あるんです。どっちも左のほっぺたが目立つんですよ、ね、難しいんですよ、ほくろ多いんですよ、はいはい、まあでもタクヤって呼んで振り向いた方がタクヤです。二人が一緒にいてセットでお得。はいはいはい、早速あのこの CM の衣装合わせなんですけど、はいはいはい、あのサイズが一緒なので片方だけ衣装合わせすればいいですよって言われて、はいはい、そうですね。一応二人行ったんですけど一人しか着なかったです。タクヤだけが着て風邪は何もせず、はい、風邪はお得だなと思いましたね。はい、はい、ずっとサイズ変わらないんですか。あ、そうですね、もともとでもあのデビューしてすぐぐらいの時は和也の方がちょっと10キロぐらい痩せてたんです、けど、はいはい、一緒に住み出してあの同じもの食べてたら、はい、同じになりましたね、はい、バレじゃないですかこれを機に、うん、まあ、やっぱ本格的にお芝居の方にであのセットの役とかじゃないですよ、はい、2人で1人の役をやって。あ、なるほど、はい、あ、だから体調次第でどっちかがいいダブルキャストだ。ダブルキャストですね。あ、星マークの日は拓也が出演丸マークの時は和也が出演ですよ、ね、変わんねえよどっちもそれはまた斬新ですね。斬新です。全く違いが出ないダブルキャストも見たことないですね。でも安心ですね。あ、そうですね、そうですね、どっちかが体調悪くてもいけるので、はい、はい、結果蓋開けてみたら拓也しか出てなかったなみたいなことはあるかもしれないです。セットの開き、鍵セット、これ鍵カッコっていうギャグです、はい、あ、そうですね、はい、はい、これはねずっと持ってたんですけど、はい、ありがとうございます。双子の執事役はザ・タッチでした。